はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今週もやってまいりました、夜のツタンカーメン75億光年に一人の遺才、桜庭つゆきと、アシスタントのギャオでございます。今週もどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、一週間あっという間に過ぎ去っていきましたよ、ギャオ様。そうですね。一週間どんな感じでしたか？結婚式あり、イベントあり、残業あり、残業ありみたいな。おー、仕事、もう仕事も、あれ、取締役はどうなったの？もう狙えてるの？まだまだ。射程圏内じゃないの？ただの課長。ただの課長。まあ、課長だけでもすごいよね。ありがとうございます。まあまあ、先週はですね、はい。横領事件がえらい盛り上がりましたよ。そうですね。横領ですよ。超びっくりした、あれは。横領。やばかったですね。やばかったですね。あの当時の話をね。はい。あれからね、随分ちょっと思い出してみたんですよ。あ、芋づる式に。芋づる式に。はい。でね、やっぱり、まあ24でお店を立ち上げて。はい。まあそれから、毎年毎年お店を、1年で1店舗ずつ増やしていき。はい。まあ10年後には10店舗になってましたよ。はい。でね、やっぱりね、物販というか、現金商売を扱うお店っていうのはね、大体ね、ポケットに入れる人が出てくるんですよ。あ、残念ながら。残念ながら。残念ながら、出てきちゃうんですよ。はい、でね、やっぱりね、お店やってるとね、万引きするよりもね、どうしても、内部不正の方が多いというね、統計学も出てるように。そうなんですね。そうなんだな。これがまた残念だよね。やっぱりね、いろいろね。で、だから、うちの会社もね、うん、1年に1人見つかるんだよ。そういう人が。だいたい統計で、年間1人現れてくるんだな。そういうポケットに入れちゃう人が。うん、でね、まあ、僕3、だから24でお店を出したじゃないですか。はい。で、やっぱりね、もうわかるわけですよ。こう目を見てると、僕の目を見ないというね。うんうんうん。やっぱりこう、物を、っていうかまあお金を盗んでるわけですから、うん、もうなかなかこう社長の目を見れないわけですよね。はい。で、そんな時に、まあ僕が、あ、こいつ絶対やってるなとかわかるわけですよ。うん。だからそこでこう、ビデオカメラなんかをチェックしてると、やっぱりこう、うん、ポケット入れちゃってるわけだよね。だから年間に、ね、そう、だから年間に一人ぐらい、うん、そうやってこう、なんかこう、捕まえていくわけですよ。はい。でもね、これね、35歳になった時に、うん、まあ小林正眼さんのところにお世話になるわけじゃないですか。はい。で、お世話になった時にね、うん、人生はブーメランの法則なんですっていうことを教わるわけでしょ。うん。教わった時にね、やっぱり自分が蒔いてきた種を自分刈り取ってるだけなんだってことに初めてそこで気がつくわけですよ。ブーメラン刺さってる。そうそう。だからこれはね、大きな気づきだったんですね。僕の中でね。すごい大きな気づきで、はい、やっぱり僕はすごいやんちゃ坊主だったわけですよ。もう、黒い話。そうそう。だってもう小学校の時からずっとさ、あだ名がゴーダタケシだからさ、そうです、ね、もうお前のものは俺のもの、俺のものは俺だけのものだからさ、そういう感覚で、18歳まで育ってきたでしょ。はい。だからね、結構、まあ、プロデューサー、このツタンカーメンのプロデューサーもね、まあ、ね、プロデューサーももうリアル積み木崩しだから、やばいですね。もう積み木崩しだけじゃないの、もう積み木壊してしちゃってんだからもう。もう積み木粉々にしちゃってるからね、プロデューサーも。今度プロデューサーにゲストに出てもらってさ、昔のさ、悪い話とかしてもらったらさ、すごく面白いのにね。あ、内緒なんだね。内緒。まあヘビーですよね。あるから。まあプロデューサーの昔の話もすごいヘビーですけど、まあそんな感じで僕もね、やっぱり相当やってましたよ、いろいろ。うん。まあ相当もうこの話したいけども、うん、やっぱリスナーが小学生が多いので、衝撃だから。衝撃的すぎるんでね。うん。でも本当いいんですよ。悪いことすれば、ね、これ小学生の人にも聞いといてほしいけども、はい、やっぱり自分が悪いことすると絶対に自分に返ってくるってことをね、これ絶対覚えておいてほしいんだな、うん。いいことも悪いことも、必ず自分に返ってくる。人生はブーメランの法則、うん。難しい言葉で言うと、因果応報、うん、因果の法則、うん、原因と結果、うん。結果というのは必ず、それが起きるには必ずその原因があるんだよと。だから僕の場合は、なんでこう自分のお店を立ち上げた。だからもちろん万引きもあるわけですよ。うん、万引きも日照三半地にあるわけですよ。いろんなものと戦ってます、ね。そうそう、万引きはあるしさ、内部不正はあるしさ、大変なわけですよ。それは何、因果応報でしたっけ、話。そうそう。しかもさらに、うん、万引きと来て、うん、それから内部不正と来て、うん、たまにちょいちょい泥棒も入ってくんだよ。これだから三本柱が来るわけだよ、常に。泥棒入った話ありましたね。いや、うちの会社ね、結構、すごい大切な石。うん。それは2010
2014年12月の話だけども、うちのほら、お店が結構ね、うん、もう3回ぐらい泥棒入ってんだよ。3回ぐらい。これがね、ほんとなかなかのなかなかで、はい、泥棒はね、そう3回だね。泥棒も入ってるなんて大変。だからね、もう、いつも戦いだよね、そのなんかこう、自分が取られる。何やっても、何をしても取られるっていう、なんかそういう運命なんだよ、これ。それは、なぜかというと、自分がずっと悪いことしてきたからなんだよ。悪いことをしてきたから、でもそんなことさ、知らないから、宇宙の法則を。まだね、当時。人生は宇宙の法則、通りに行ってるなんてことはさ、はい、20代30代前半一つも知らないですよ、うん、もうジャイアンでもゴーダタケシだからさもう全部俺のものだから。もう治ったような口ぶりですね今。今は治った。もう今はもうほら謙虚の塊だからさ。だいぶ治ったんですよ、うん、もうほんと謙虚の塊じゃないですか。もう謙強子ですよ僕は。それでね、35歳になった時に、はい、その青函さんのとこに行った時にね、初めて、はい、人生はブーメランの法則なんだと、自分が蒔いた種は自分で刈り取らなければならないんだというこの因果法則を聞いたときに、はい、あ、自分が今までずーっとやってきたことが、うん、積もり積もったものが全部こうやって自分がお店を起こしたことによって帰ってきたんだってことに初めて気がついたわけですよ。だからこの時僕はすごい反省したんだよ。うん、衝撃ですよね。いや本当に衝撃的だった、あの聖火さんの話っていうのは。すごい。悩ましてたんですもんね。そうそうそう。どうして俺のところには。そうだよ、もう。万引きは来るわ。もう万引きは毎日だよ。内部不正はあるわ。もう本当にね。泥棒まで入るわ。もう三本柱だ、もうこの三本柱。常にこの三本柱との戦いだからさ。恐ろしいですね。だってね、万引きは毎日あるんだよ。あのね、防犯タグっていうのがあるんだよ。うん、商品にこうシールでね、バーコードみたいなの貼り付けるの。うん、でも、万引きする人って、そこね、カッターで切り取って、その防犯タグだけ捨ててんだよ。へぇー。だから、店の中歩いてると、防犯タグとかがさ、落ちてんだよ。嫌だ。落ちた分持ってかれちゃってるってことじゃないですか。そうですよ。で、バーコードに値札がついてあるから、いくらのもん持ってかれたかわかるんですよ。じゃあ拾いながら拾って、だからまず、くしゃくしゃになったタグ見たら、まず気にすんの値段でしょ。おう、3000円。いくらのだとか見るとさ、3万5000円とか書いてあるわけだ。もうこの瞬間にもう愕然と来るわけですよ。大変ですね。大変ですよ。こんなのが、1日に2枚、3枚、4枚、5枚起こってるわけですよ、店内に。うわ、こっちにもあったーって。そう、こっちにもあったとかさ、うん、で、挙句の果てにはさ、内部不正でしょ、うん、で、ポケットに入れてます。うん、で、年に一回、あ、年に一回もなかったな。3年に一回、いや、違う、3年、16年やってきて、4回ぐらい入ってるから、まあ、オリンピックみたいなもんだよ。4年に一回泥棒くんだよ。4年に一回泥棒くんだよ。4年に一回も。すごいよね。すごい。だからそういうのもさ、全然わからないよ、自分が招いてるってことをさ。うんうん、だからそれをずっとさ、ふざけんなこの野郎っていう思いで35までずっと生きてきた。うん、だけどもそれで聖火さんという時に自分が蒔いた種なんだって分かった時に、うん、ここで初めて、はい、許そうって思ったの。で、うん、一番最後に、うん、うちのお店で内部不正をした男の子がいるんだよ。うん、で、この男の子がね、うん、まあ、うちの会社って、多分ね、まあ、世界中、はい、世界にたくさん会社あるよ。うん、もう何億個あるかわかんないぐらい会社あるけど、うん、うちの、当時ね、うちの会社より、どんぶり勘定な会社なかったんだよ。なんとなくやってたの。もう、どんぶりか、もう、ザ・どんぶり勘定。なんとなくやってたの。なんと、もう、なんとなくクリスタルだよ。知らないそれ。ジェネレーションギャップ。ジェネレーションギャップ。知らない知らない。自分で言って、自分で言って笑ってた。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今日も途中から笑いの神が、ね。あ、笑いの神がね、途中から。笑いに厚みが増しました。そうだね。はい。本当にね、本当に、だから全然僕は分からないまま過ごしてきたけれども、だからそれで一人いたわけですよ。はい、うん。だから、どんぶり勘定だから、うん、あのね、うちの会社に経理っていう人がいないの。へぇー。だから経理は誰がやってるかというと、うん、店長がやるの。うん。
店長が経理をやるわけ。全部数字もやる。数字は全部店長が、うん、記入し、うん、計算し、うん、で、それを、うちの、税理士に提出するというシステムだったんですよ。うんうん、まあ、お店がたくさんあったけども。だから、うん、店長が全部管理してるわけ。うん、で、僕一時目通してないから知らないわけよ。うん、1ヶ月の31日になると、はい、その、お金だけ、お金だけ振り込まれてくるのよ、うちの会社に。結果だけ来るの？そうそう、結果だけ。だからその簡単な計算式が来るわけよ。うん、で、あ、今月はこんだけ残りました、みたいな感じで来るわけ。うんうん、で、あ、そうなんだね、というので終わってるわけ。うん、こんなアバウトの会社ないんだよ。雑。雑だよね、うん。でもそれで回ってたんだよ。で、とあるお店の店長が、うん、やっぱり自分が任されてるから、うん、やっぱりね、ある時からね、ポケットに入れ出したんだな。で、やっぱりポケットに入れ出すと、入れる金額はね、やっぱ増えてくんだよね。はじめのうちはほら、お弁当買おうとかやってさ、500円とか言ってた人が、可愛いもんだったのが、ついには、店内で、出前を取り出すんだよ。だいたい、スタッフが、出前取り出して高いもん頼んだら絶対ポケットに入れてんだよ、もう。だってね、アルバイトが、勤務中に、寿司頼む？頼まない。おかしい、おかしい。おかしい。バイトはね、バイトがだよ。勤務中に、食事で、上寿司頼むわけないんだよ。聞いたことない、聞いたことない。だから、お店に行くと、お寿司の出前頼んだ樽が置いてあるわけだよ。ああ、持ち帰ってもらう、ね。で、確実に私、寿司頼んじゃったよ、うん、ごめんね、みたいな。うん。樽が置いてあるから、びっくりするわけじゃん。ごちそうさまみたいな。そうそうそう。社長ごちになりました、みたいなさ。で、それね、会社のお金だからさ。うん。だからそういうのを見ると、だいたいわかるわけ。だから、生活が変わってくるんだな。で、あ、この人やってるねと思って、うん、カメラをチェックすると、やっぱりポケットに入れてるんだよね。で、最後に見つけた彼というのも、うん、結局ね、彼はね、300万ぐらいやってたんだよ。500円だったのにね。500円だったのに、やっぱり1万円、3万円って、やっぱ、お店によってあれだけども、うん、売れる日ってね、20万円ぐらい売れるんだよ、1日に。うん、だから1日に20万円ぐらい売れると、うん、5万円ぐらいポケット入れても、もう感覚的に前してるか分かんねえんだよ、もう。だから20万の売り上げが15万だと別に不思議じゃないじゃない、なんか。うん、まあ、ねえ。うん。だからそのお金で、だ彼は何やってたかっていうと、ずーっとパチンコ行っちゃったんだよね。いやお店掘って。あ、そう、お店掘ってパチンコ行っちゃうの。ああ、ダメだね。ダメだね。だからもうそうやってね、だんだん堕落していくんだよね。うん、で、結局そのパチンコを負けていくでしょ、うん、で、パチンコを負けていき、で、結局さ、会社のお金をどんどん使っていくわけでしょ、うん、会社のお金をどんどん使っていく。経理が自分がやってるから、一応数字はごまかせる。うん、ごまかせるけど、それがさ、地にも積もってさ、どんどん行くと、最終的に辻褄が全く合わなくなってくんだよ。いや、結構合わないと思いますよ、そのやり方だと。もう、絶対これいつか破綻するんだよ、必ず、うん。だけどもさ、そういう人ってそこまで頭が回らないから、結局そのままずるずると行き出し、うん、結局気がついたらどうにもならない、うん、って言ってね、彼は初めてのパターンでね、俺にね、申告してきたんだよ。社長話がありますって。うん、実は、うん、僕、会社のお金、うん、ポケット入れてました。初めて申告してきたんだよ、俺に。申告してきてもさ。そう、申告してきたって、うんでも僕は、もうその時、うんはい、セガさんの話を聞いてるわけですよ。あの頃までの、セガさんとは違うわけですね。そうそう、もう触るものを傷つけたっていう、あの頃とは違うから、はい、あ、そうなんだって言って、別に落ち着いてるわけですよ、うん。で、いくらぐらいやったのって言ったら、300万円ぐらいですっていうわけ。スイッチ入った。で、あ、すごいことやったな、この人と思って。でね。ボッコボコ。いや、ない。ない。だから彼をとりあえず呼んで、うん、まあ二人に冷静にお話をしましたよ。で、なんでそうなったんだと。うん、なんで原因はなんだと。なんでそんななっちゃうんだっていう原因を、まあいろいろ話してて、はい、で、僕はね、だから彼を許したわけですよ。だから結局お前は、うん、ここから先行くとこもないだろうから、うんとりあえずうちの会社で働いて、うん、その中からその給料の中からその300万円を返済していけって言ったの、うん、
これはちょっと甘すぎたな。甘いですよ。これは甘いよね。刑事事件ですよ。そう。でね、うん、まあ、ここからもちょっとまあ、紆余曲折いろいろあったけども、はい、うちのね、僕、スタッフにね、一回もう言ったんですよ。もう、嫌じゃない。こういうのってね、一番嫌なんですよ。うん。嫌でしょ、こうなんかこういうの。嫌だ、嫌だ。うん、超嫌じゃん。だからもう、俺もね、スタッフに言ったの、みんな集めて。うん、もう、うん、またあいつがね、うん、何々店の何々くんが、うん、お金をポケットに入れてたと。うん、で、もう年間一人、だいたいこういう人が出てくると。うん、で、もう俺もこういうのもう嫌だから、うん、もう今日からみんなね、お金、ポケットに入れたかったらもうどんどん入れてけと。で、商品も持って帰りたかったらもう好きなだけ持ってけと。うん、で、人生は因果応報だから、その持ってた分の金額の、何十倍、何百倍、何千倍っていうのを、後から自分でその月払わなきゃいけないんだから、それでもいいと思ってる人間は、もうどうぞ、うちの会社の お金、うん、商品、全部持って帰ってくれって言ったのよ。これを言ってから、うん、誰も盗まなくなったんだよ。そういうもんですか？いや、わからないけど。で、うん、その時、あの時僕何歳かな ?38 歳ぐらいかな。うん、そうだな。で、それからね、それからは、一人もいなかったんだな。だから全部でね、本当に、うちの会社で、6人ぐらいいたかな、そういうことをした人がね。多い。うん。まあ、僕が分からない部分っていうのもあるかもしれないけれども、うん、まあ、うちの会社でやってる中では、まあ、6人ぐらいそういう人がいて、はい、だからその第1の600万っていうのがね、うん、先週、この前のね、先週というか、まあ、その前にお話しした、はい、まあ、その彼が、うん、まあ、第1位。だから、600万円、400万円、300、300って言ったんだな。何回聞いても驚きます。驚くよね。うん、すごい会社だったんだな、昔はな。そうですね。本当にすごい会社だったよね。うん、それでね、やっぱりその万引きもね、結構捕まえましたよ。うん。多分、怪我してましたもん。今思い出して笑っちゃったけど、うんうんうん、多分、ツタンカーメンの第2話か第3話で喋ってる万引き追っかけて骨折したっていうのもありましたけれども。そうそうそう、あったね。でね、一回ね、うん、万引きを捕まえて、はい、大学生かなんかだったのかな、うん、でね、まずやっぱ親に連絡しなきゃいけないじゃないですか。うん、で、親に連絡した時にね、なんかその親がね、広島かどっかで、うん、で、すごい厳格なお父さんだったんだな。うん、次の日ね、次の日だったかその日だったかね、広島からね、新幹線に乗ってきたんだよ。謝罪に、うんうん。お父さんが自らわざわざ。うん、で、息子、そう、もう10年以上前の話がちょっと定かじゃないんだけど、うん、その2時間か3時間ずっと店の中で待たしたのかどうかちょっと記憶じゃないけども、お父さんが、うん、まあ、謝罪にお店に来た時にね、うん、広島だから、なんかすごい牡蠣を持ってきたんですよ。うん、広島って牡蠣じゃない？岩牡蠣の。そうそうそう、うん、あれをね、発泡スチロールに入った、牡蠣。うん、発泡スチロールのまま持ってきたんですよ、うん、なんかこれがわしの聖じゃけみたいな。そんな話じゃないでしょ。いや、それまた最後の適当だった。そう、今のは適当だけど、じゃけだから、そのなんか私の誠意ですみたいな感じで、うんうん、でどうぞ受け取りくださいって言って、申し訳ありませんで、うちのスタッフにその発泡スチロールみたいなやつをさ渡して、うん、でもうその息子がいるじゃない。息子がいたらさ、お父さんさ、その息子をさ、店内でボコボコにしちゃってさ。で、うちのスタッフなんかびっくりして、うわーみたいなびっくりしてさ、その発泡スチロール落っこちゃってさ、牡蠣が散らばっちゃって。片っぽでは殴ってるし、片っぽは牡蠣が散乱してるしさ。そんなこともありましたよ。お父さんやめてくださいみたいな感じでさ。黙っててくださいみたいな。親、これは私の家族の問題だとか言ってさ。こっちは磯の匂いがね。そうそう。もうお父さんがもう牡蠣とか潰しちゃってるわけよ、なんか。まあ、もったいない。あとね、そういえば面白い。最後のは適当でしょ？うん、最後の適当だけど。あと、こんなのもあったよ。何？出るわ、出るわ。走馬灯のように思い出してくるからさ。うん、ありすぎたからもう。出るわ、出るわ。もうありすぎたよ。あのね、うん、ひどかったっていうかね、うん、俺忘れちゃったじゃんかよ、もう今、ギャオの、あれ、なんだっけ、あ、思い出した、あのね、突然、
はい。ラブストーリーは突然に来るからさ、僕が見せ番したんです、その時。うん、見せ番してたら、うん、突然、サラリーマンが入ってきて、はい、レジの中まで入ってたんだよ、突然。うん、レジの中まで入ってきて、うん、突然レジの中で土下座したの。サラリーマンが。なんで？スーツのネクタイのサラリーマンが急に土下座して、うん、この度は誠に申し訳ございませんでした、とか言ってさ、うん、お宅のお店で、実は私、1年前に、万引きをしました、とか言うの。へぇー。嘘？嘘ついてどうすんの？意味がわからないでしょ、こっちは。おかしいじゃないですか。いや、だから意味がわかんなくて、うんうん、意味がわかんないです、とか言って、うん、いや、もうその商品は、私は持っていないんですが、もう1年ほど前に、私はこの店で万引きをしたんです、って言って、うんうん、はぁ、あ。で、何ですかって。お金を返しに来ましたっていうの。もう全然意味わかんなくて。うん、てか別に言わなくていいじゃん。自己申告しなくていいじゃない。うん、別に。わざわざ。一年後に、うん。で、よくよく聞いたら、うん、なんかね、宗教に入ったらしいんだよ。うん、なんかの、うん。なんかの宗教に入ったら、うん、今までの自分の犯してきた罪を、全部懺悔して回りなさいっていう。過酷な。だから、罰ゲームみたいなのがあったんだって。過酷なこと言ってきますね、その信仰宗教も。うん、そう。それで、うん、うちの店でも万引きしたっていうその思いがあって、うん、だからその、教祖の教えは、うん、その過去に犯してきた罪を全部償ってきなさいっていう、うん、その暗夜の旅なわけさ。その暗夜の旅にうちの店が入ってたの。なんかすごいですね。で、きっちり3980円払ってて。当時消費税ないから。3980円。で、私、お釣り細かいのはございませんとかって4000円出してさ、おじゃ20円の返しです、20円返し。受け取るんだと思って、いりませんって言われて、また20円しっかりポケット入れて返ったらびっくりしたんだから。利子分払わない。いやー、わざわざね。わざわざだから。桜庭さんがたまたま、そうそうそう、こんお店番してる日にね。そうそうそう。だからね、ほんとね、万引きっていうのは結構、覚えてんのかな？心に残る？いや、ありますよ。どこで万引きしたとか、やっぱりありますよ。そういうの覚えてますよ。だってね、プロデューサーも今うなずいてるもん、すごく。プロデューサーはすごかったですよ。プロデューサーは悪い人に。もうプロデューサーはだってもう、プロデューサーは世界中が自分のクローゼットだから。返してもらってるだけなんだから、あれはね。イメージが。イメージが悪くなる。昔の話だからさ。まあ、昔の話でね、まあそんなことはどうでもいいんですよ。でね、だからそういうのもあって、うん、だから自分がこう、本当にいろんなことがあるけれども、はい、やっぱり自分のやってきたことっていうのはさ、やっぱ帰ってくるというのを、うん、やっぱりこの小学生の子供たちには分かってほしいんだよね。うん、だから、今、うん、お父さんお母さんがいるときにさ、うん、やっぱお父さんお母さんに対してさ、こう、歯向かったりとか反抗したりとかさ、うん、なんだよ、クソババーとか言ったりするじゃない。最近縁起が出てますよね。縁起、縁起。そう思ったんだけど。だから俺、小学生の子供たちがさ、お父さんとかお母さんに口答えするじゃない、うん、なんか、特にお母さんとかにさ、クソババーみたいな。これね、これギャオがツボに入ってますね。だからこれをね、言ってもいいけど、うん、言ってもいいけど、必ず今度は自分の息子に、うん、息子娘に同じように扱われるってことを覚えておいてほしいってことですよ。うんうん、必ずそう。だからお父さんとお母さんに、こう悪態つくとかさ、なんかこう、まあ、暴力はないだろうけども、なんかこうあったりするときに、全部因果応報で、自分がお父さんとかお母さんになったときに、今度は自分の子供に今度は苦しめられるんだよっていうことを、やっぱ子供たちに知っといてほしいんだな。こういうことをね。なるほどね。だって、俺ギャオだってそうじゃない。ギャオだってさ、昔さ、お父さんお母さんとかにさ、すごい歯向かってたじゃない。うん、なんか、もうね、臭い飯もギャオも食ってきたしさ。なんでいらないじゃん。いらないよね。その例えの話、1ミリもいらないし。てか、ギャオすぐに、うん、反論しないと、小学生信じるからね。そうだよ、小学生。ね、ギャオは臭い飯食べてないからね。大
丈夫だよ。臭い飯とか分かんないでしょ。あ、いや、だから小学生の子供たちは全員 Google で調べるんだって。あ、そっか。だから臭い飯って検索するんだよ。あ、そう、俗っぽいことも出てきちゃうんだ。出てくる出てくる。だから臭い飯って検索するとギャオが食べててご飯って出てくるわけだ。出てこないよ。だから、うん、もう本当にその子供たちにはやっぱお父さんとお母さんを大切にしなければ、うん、今度は自分が親になった時に自分がしてきたこと以上のことを自分の子供からやられるんだぞってことを、うん、やっぱね覚えといてほしいんだな。この宇宙の法則っていうのをさ、やっぱ小学生本当にたくさん聞いてるからね。だから僕の講演会なんかさ本当多いんだよ最近小学生が。キッズには刺激が強いんじゃないんですか。いやいや、もうこういう話が好きな子供っていうのはもう分かってるんだよ。だってね、こういう話が好きな子供っていうのは、うん、輪廻転生の回数がめちゃくちゃ多い子供たちだよ。だからこういう話も全部理解するさ。うなずいてるの。うなずいてる。もううなずきトリオだよみんな。だめよ、それ知らない。もうキッズがググるよ。もうこれ50近い人じゃないと。絶対キッズがググるよ。うなずきトリオってやったら出てくるよ。うなずきトリオだってよっつって。だから本当に、ね、本当に自分がやったことは必ず返ってくるから。だからきっとこれさ、やっぱ子供たちってね、うん、お父さんとお母さんと一緒に聞くんだよこのツタンカーメンを、はいはい、だからきっと今お母さんが、うん、あの子供たちに向かってそうだろう、だから言ってるだろうみたいな感じで今お子さんにこう言ってるわけだよね、うん、まあそれで分かってくれる子は分かってくれるし、だって本当にこんな僕の話をね本当に熱心に聞いてくれる子供っていうのは本当に輪廻転生の回数がめちゃくちゃ多いですよ、うん、だってもう人間はね年齢じゃないですよ、うん、何回生まれ変わったかですよ、その肉体の年齢ではなく魂の年齢だから、はい、輪廻転生の回数がねきっと多い子供たちというのはこういう話を好きなので、こういう子供たちが、うん、これからのね、日本を救ってくれるのは今の子供たちなので、この子供たちが、はい、周りの人たちに喜ばれる存在になるということをね、うん、目覚めていただいて、うん、周りの人たちにね、とにかくまずは身近な人なので、お父さんお母さん、はい、だからご飯食べる時もさ、いただきますを言って、うん、食べたら今日もお母さん美味しかったよありがとうと言って、その皿をさ進んで台所のキッチンとか持ってってそれを洗ってあげて、うん、でお風呂掃除もしてあげて、うん、で寝る時はお母さんおやすみなさい、お父さんおやすみなさいとこうやって寝てほしいですよね。で起きたらお母さんおはようございますとかってね、明るく元気に挨拶するような子供になってくれるといいよね。そうですね。はい、そういう子供が増えるということを祈って今週はね、はい、この辺で終わりたいと思います。はい、また来週会いましょう。さよなら。